はい、おはようございます。 B ライフのマリコです。今日は朝起きてすぐベッドやお布団の上でできる朝ヨガを紹介していきます。朝起きてから少しでも体をほぐすことで呼吸も通りやすくなり、一日を快適に過ごすことができます。ぜひ一緒に行ってみてください。はい、それでは楽に座って始めていきましょう。両手を胸の前に合わせて合掌していきます。さあ、背骨を長く整えていきましょう。吸う呼吸で両手を上に長く持ち上げていきます。吐いて両手をゆったり広げて下ろしていきましょう。吸って両手を横から上、吐いて胸の前に下ろして合掌します。呼吸と動きと連動させながら行っていきましょう。吸って両手上、吐いてゆっくり下ろします。吸って両手横から上で合わせ、吐いて胸の前、もう一往復いきましょう。吸って気持ちよく伸び上がって、吐いてゆったりと下ろして、吸って両手を上、吐いて胸の前に一度下ろして合掌です。両手を首のふもとに添えていきましょう。肘を下にぐーっと下ろし、そのまま首を右側へと傾けていきます。左の首筋に心地のいい伸びを感じましょう。一度頭を下に下ろして、そのまま頭左側へと移動させていきます。右の首筋気持ちよく伸び感じていきましょう。もう一度頭を下から、右側からぐるっと首を回していきます。ゆったりと心地よい可動域で動かしていきましょう。反対回しも行います。はい、でしょ。それでは中心にお顔を上げていきましょう。両手を肩のふもとに下ろし、そのまま息を吸ってぐるーっと肘を前から上、後ろ側を大きく通過していきます。ゆったり気持ちよく肩周りの、筋肉をほぐしていきましょう。気にないところで反対回しを行います。肘を後ろからそのまま前にかぶせて、さあ、寝てる間もね、結構肩周り凝りやすいですので、ゆったりねほぐしてあげましょう。はい、結構です。では一度両手を下ろして、右の足を斜め前に伸ばしていきましょう。左の足裏はももの内側へとつけていきます。上体を伸ばしている方の足の方に向けて、吸って胸を開き、吐きながらゆっくり上体を前へと倒していきましょう。伸ばしている方の足はかかとをしっかり押し出して、つま先をまっすぐ真上、天井へと向けていきます。きつい方は両手を膝の横あたりに添えながら、吐く呼吸でゆっくりと力を緩めてあげます。ももの裏側へと優しく呼吸を送っていきましょう。腰回りも緊張感を楽に抜き、腰回りの筋肉をほぐしてあげます。はい、では両手を近くに置いて、ゆっくり上体を起こしていきましょう。そのままウエストから左へとねじってツイスト、右の手ももの外側に、長い背骨のまま自然と後ろを振り向いていきましょう。
上体ねじったところでゆったりとお腹に呼吸を入れていきます。さあ、ご自身のゆったりとした呼吸で内臓機能も目覚めさせてあげましょう。次の吸う呼吸でそのまま左の手を上に持ち上げます。吐きながらゆっくり足の方へと上体を傾け、左の胸、肩を開いていきます。さあ、体側も気持ちよくね、伸びを感じていきましょう。さあ、少し左胸、肩を開き気味にして自然と上見上げます。腰の外側もね、ほぐれていきます。はい、それではゆっくり上体を起こして足チェンジしていきましょう。左の足を斜め前に出していきます。右のかかと、中心に引き寄せて足の内ももにつけていきましょう。そのまま伸ばしている方の足に上体を向けて吸って、一度胸を開き、吐きながらゆっくり前です。さあ、腰の力を緩ませます。きつい方は両手膝の横あたりについてもらって大丈夫ですので、ももの裏側の伸びを感じてみましょう。下背面もね、どんどんリラックスして力を緩ませていきます。余裕のある方はかかとをさらに前の方にぐーっと押し出して、つま先を、ね、自分の方に向けて、よりストレッチを深めていきます。はい、じゃあゆっくり上体を起こしていきましょう。背骨長いままウエストから右へツイスト。右の手は指先後ろにつけて、背骨をね、長く整えていきます。そのまま首を自然と後ろ側振り向いていきましょう。さあ、お腹周り柔らかくしてゆったり吸う呼吸と吐く呼吸を感じます。お腹が膨らんだりしぼんだりを繰り返し行うことで、胃や腸もね、活性化されていきます。次の吸う呼吸で右の手を上に持ち上げて、吐きながらゆっくり伸ばしている足の方へと上体傾けていきます。さあ、右の胸、肩も少し空へと広げるようなイメージで倒していきましょう。倒しすぎて呼吸がきつい方はね、倒す角度を浅めにしたり調整しながら、ご自身にとって心地の良いところを見つけてみましょう。さあ、右の腰、外側も心地よくほぐされていきます。はい、それではゆっくり上体を戻していきましょう。足を戻して両手を前について、正座の姿勢ですね。かかとにお尻を下ろします。拳一つ分か二つ分ぐらい足の幅を広げておきましょう。そのまま両手を前に伸ばしてチャイルドポーズ。さあ、頭リラックスさせます。腰から背面を伸ばしていきましょう。
そのまま右の手を、膝の横あたりについて、左の手斜め前に伸ばしていきます。さあ、左の腰外側から、そのまま肩甲骨、肩周り、腕まで長く伸ばしてみましょう。もう少し伸ばせるようであれば、手先をちょんちょんちょんと指先歩かせて、斜め前の方へと突こうとしていきます。はい、それでは一度上体を起こして、今度、左の手膝の隣、右の手斜め前の方に差し出して、上体力抜いていきましょう。で今度右の腰外側から、そのまま肩甲骨、背面、腕まで長く伸びを感じていきます。さあ腰から背中周りの凝りをほぐして柔らかくしていきましょう。寝ている間に非常にね、凝り固まりやすい部位です。はい、いいでしょう。ではゆっくり状態を戻していきます。そのまま両手を後ろで指を絡ませて、肩甲骨をぐーっと引き寄せていきましょう。腕斜め後ろ下の方に引っ張ってます。そのまま上体前、じゃ腰丸くしていいです。そのまま腕を長く引っ張っていきましょう。おでこリラックスして下に下ろし、肩周りをほぐしていきます。肩周りの血行が良くなります。はい、それでは腕を下ろしたら、両手をお顔の近くに下ろして、ゆっくり上体を起こしていきましょう。はい、それでは、後ろのそのまま、つま先を立てて、指を折り曲げます。指が、今足の指がこう、反れている状態ですね。で、かかとにちょんとお尻を乗せていきます。で、このまましばらく、呼吸していきましょう。さ、この指をね、足の指を折り曲げると、かなり足先の先まで血液が巡り出しやすくなります。足先特に冷えてる方なんかね、とてもおすすめのポーズです。そのまま両手を後ろで指を絡ませて、息を吸って胸を気持ちよく開いていきましょう。吐いて首リラックス、おへそを覗き込むようにします。首を垂らしたまま、そのまま首右側に振り向いて、首を垂らし中心から左側へと振り向いていきましょう。はい、中心に戻したのゆっくり顔を上げていきます。はい、最後はね、アンテナのポーズです。指を大きくパー、いっぱい広げて、そのまま両手を V の字にぐーっと広げていきましょう。さあできれば作り笑顔でもいいので、笑顔でいっぱいに胸を大きく開いて呼吸していきます。さあ太陽のエネルギーを自分の体の中へと取り込むようなイメージです。さあ交感神経が優位になり、やる気も高まりやすいポーズです。はい、それでは両手を上に合わせて、吐いて胸の前に下ろして、呼吸リラックス、終わりにします。はい、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。全身の巡りが良くなることで、交感神経のスイッチもオンになりやすく、一日を気持ちよくスタートすることができると思います。
今日も一日頑張っていきましょう。Thank you.